クリストファー・アーマンド・テイラーは、アメリカ合衆国バージニア州バージニアビーチ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のロサンゼルス・ドジャース所属。愛称は c t さん。シアトル・マリナーズ時代2012年の MLB ドラフト5巡目で、シアトル・マリナーズから指名され、契約。契約後は A-9、エバレット・アクアソックスと A 級。 クリントンナンバーキングスでプレイ。A-9、エヴァレットでは37試合に出場して打率。328.2本類が、18打点、13、盗塁の成績を残した。2013年はまず a 級、ハイデザートマーベリックスでプレーし、67試合に出場して打率。335.7本類が、44打点、20盗塁だった。月に、 a 級、ジャクソン・ジェネラルズへ昇格。67試合に出場して打率。293.1本塁が16打点、18盗塁の成績を残した。オフにはマリナーズのマイナー選手によるオールスターチームにユーティリティープレイヤーとして選出された。2014年はトリプル a 級タコマ・レイニアーズで開幕を迎え、75試合に出場。 打率、328.5本類が、37打点、14、盗塁の成績を残した。7月には、トリプル A 級のオールスターゲームに選出された。7月24日に、ウィリー・ブルームクイストが、故障者リスト入りしたため、マリナーズとメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りすると、同日のボルチモア・オリオールズ戦で、メジャーデビュー。9番、遊撃手として、 先発起用され、3打数1安打1三振だった。同年は47試合に出場し、打率287.9打点5盗塁というまずまずの成績を記録した。守備面では全47試合で遊撃手を守り7失策、守備率962と荒さは見えたが、DRS では平均以上である4という数値を記録した。 2015年は37試合でプレーし、メジャー初3塁打を放ったが、全体的には打撃不振であり打率、1 7に終わった。守備成績も今一つで、DRS は低一致だった。なお、ルーキーイーヤーは遊撃手しか守らなかったが、この年は一塁手を除く内野の各ポジションを守った。2016年6月19日にザック。 リートのトレードでロサンゼルスドジャースへ移籍した。2017年は前半戦だけで10本塁打を放つなど長打力が大きく向上。守備でもこの年から外野手としても出場している。シーズンでは140試合の出場で打率。288.21本塁打、72打点、17盗塁の成績をマークした。シカゴカブスとのリーグチャンピオンシップシリーズではに、 本塁打を放つ活躍をし、同僚のジャスティン・ターナーと共に MVP に選出された。2018年9月12日のレッツ戦では、この日から適用開始されたセプテンバーコールアップを利用して、チームがベテランのロースター入りを増やした影響でチャンスをもらい、代打の一人に起用された。2020年2月7日にドジャースと2年総額1340万ドルで、 契約延長したことが発表された。ありがとうございます。